何があっても嘘をつかない、そんな信頼感抜群のヒューガ・ヒョット子、参政党の火を吹くイケメン、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。本日は土曜日の夕方、お忙しい時間帯にお集まりいただきましてありがとうございます。私は参政党宮崎第二支部の佐藤博と申します。参政党の火を吹く男、ヒューガひょっとこ野郎でございます。私はですね、延岡市生まれで、高校卒業後日向市の企業に就職しまして、日向市に住み始めて約11年が経ちます。私は日向市に住んでいますが、皆さん日向市にはどんなイメージお持ちでしょうか。日向市はですね、本当にいいところで、山や川があり、そしてちょっと行けば海もあります。その海には国際大会が開かれるほどいい波がありまして、サーフィンの国際大会も開かれることがありました。そんな日向市なんですけど、いろいろな問題を抱えております。一つ例を挙げるのであれば、市民体育館の建設の問題が一つあります。何が問題か、それは現在の市民体育館、老朽化や耐震の影響、耐震の問題等で建て替えが検討されています。その建て替えの建設予定は高台の方にありまして、津波等には非常に安心な場所であるんですけれども、その建て替えの予定地、そこには今まで市民の方々が親しんできた市民プールがあります。そして浅瀬もありますので、小さな子どもたちも親しんできた市民プールがあります。その市民プールをですね、7億円もかけて取り壊し、そして総額42億円をかけて建設をしようと今話が進んでおります。私たち日向市民はですね、そんな42億円もかけて、さらには倍もかかると言われている話もありまして、そんな体育館を建設してほしい、またはそんな話を聞いてもないし、知らない、説明も受けておりません。しかしですね、そういった話も私たちが選挙に行き、政治に関わってきた、そうして投票してきた政治家の人たちが決めることです。政治には無関心でも無関係ではいられません。政治は私たちの生活に直接関係していてですね、とても避けられない問題で、避けられないことです。こんな日本ですね、宮崎県日向市を担っていくのは私たち若い世代、そして子どもたち、そんな子どもたちの健康を私は守りたいというふうに思っています。健康を守る、それは食から変えていきたいと思います。人間の体は食べたものでできています。食べたもので人間の思考や行動、そして病気まで変えられてしまいます。しかし子どもたちを守ることには、私たち大人の保護者の親としての知識、そして意識が必要です。正しい知識を持って子どもたちを守らないと、ちゃんとした食べ物を、安全な安心な食べ物を届けることができない、私はそういうふうに思います。そして私はそういった保護者たちの意識をですね、勉強会や講座等を行っていきまして、日向市民、そして地域から大人たちの意識を変えていきたいと、そういうふうに思っております。最後になりますが、私は、先月、すいません、私は去年まで普通のサラリーマンをしておりました。で、私は経営者でもなければ、人脈も本当に、実績も経歴もありません。しかし私たちの子どもたち、そして地域の子どもたちを守りたいという思いでここに立っております。そして宮崎では昨年の参議院選挙4月にありましたが、宮崎では今村さん、命をかけて
出馬をしてくれました。その今村さんの命をかけた戦いを見て、私もその意思を継いでですね、私は人生をかけて子どもたちのために、家族のために、そして地域のために一生懸命頑張っていきたいと、そういう覚悟でおります。今日はありがとうございました。